はい、どうもこんにちは。今回はね、スーパーアニマルロイヤルのスーパーデモ、これね、なんか無料体験版かな、をプレイしていきます。このゲームね、ちょっと面白くてね、皆さんに紹介しようと思って今回実況していくんだけど、まあね、簡単に3つかな。まずね、このゲーム操作がめっちゃ簡単。このいつもの WSAD の移動とマウスとね、まあそんなにね、ボタンもね使わないんだよねっていうのが一つで、もう一つがね、ゲーム内容もめっちゃ簡単なんだよ。もうこんな感じ、この 2D で64人で対戦して1人になるまでみたいな、まあ、PUBG の 2D 版みたいな感じだね。ほら、この動物がうじゃうじゃしてるよ。こいつらみんなで殺しちゃうっていうね、なんか絵がめっちゃ可愛い割にはなんかやることはえぐいみたいなそんな感じなんだけど、これ操作がこれだね、まあ、武器4種類と動くとなんダンスってなるぞ。ああ、踊ってるね。まあ、こんなに単純なんだよね。で、1試合がね、5、6分、すごく短いんだよね。なんでね、気軽に始めれると思うんで、ちょっと概要欄にね、リンク貼っとくんで、皆さんもね、やってみてください。はい、この感じ。まあ、PUBG とかやったことある人なら、なんとなくわかるであろう、この感じ。上からね、まず降りてくんだよね。ほら、いろんなね、虎とか、犬とか猫とかがね、どんどん下に落ちてくよ。傘開いて、さあ適当に降りるかな。どうで降りるかな。結構ね、降りるとこね重要なんだけど、まだね初めて2回目ぐらいなんだよね。なんでまあこの辺で降りておきましょうか。で、左の方に進んでいく。でね、よくあるバトロワと違ってね、アイテムもね結構少ないんだよね。回復アイテムと、あと防弾チョッキ3種類、レベル1、レベル2、レベル3で、防具もね、防弾チョッキしかなくてね、ヘルメットとかそういう概念はないね。で、武器もアサルトライフル、サブマシンガン、スナイパーライフル、ショットガン、ハンドガンかな。で、あとあれか、ボムか、手榴弾とバナナはね、なんかよくわかんないね、使ったことないね。で、こんな感じでね、スイーッとね画面移動してアイテムを集めつつ敵を探しに行くと。お、スナイパーライフルある。いらないかな。サブマシンガン取っておくか。で、おそらく白、緑、青、紫の順でね、レアリティがあるんでね、この紫のサブマシンガン一応取っておくよ。まあなんかどのゲームもね、アサルトライフルが強いんでね、メインスロットには AK を入れておく。さあ、そんな感じで探索しつつ、敵とは全然まだ合わないね。おっと、やばい、エリアが迫ってきた。ガスだね、あれ。ちょっとずつライフが減ってんだよね、エリアに入ると。で、ここで回復を。ちょっと待って。怖いな。移動しとこう。ここでジュースを飲む。まだね、敵に合わないね。で、再度エリアが狭くなっていく。レベル2はもうあるからいらないな。お、いた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 。ちょっと待って。おっと、スナイパーか。スナイパーがいるよ。ちょっと一回逃げようか。上の方に移動して。まあ、無理に戦う必要ないからな。なんかね、2D のね、こういうゲームってね、あんまやったことないんだよね。あ、いた、虎が。くっそ、島次郎が後ろから出てきている。お、なんか他のやつも出てきたな。ちょっと敵同士削り合ってもらおうか。で、リロードし、今、キツネいたぞ、下に。ほら、よし、キツネやっていく。いいね。で、安全地帯に入っていく。結構ね、こういう 2D のアクション、おっと、トラ、あー、マジか、負けた
そんな感じですね。はい、ちょっと続きやっていきましょう。もうちょいやっていきたい。さあ、どこで降りようか。この辺ど真ん中で降りていく。ど真ん中で降りるのは危ねえな。なんかうわ、近い。 AKR、 AK 取って、あ、なんだ、外行っちゃったぞ。おー、やばい、密集しとるやんけ。いや、ちょっとあいつ倒すか。ほらー、よし、一人倒した。キツネ、キツネを、いや、待って、やめよう。別に、いた、もうなんか向かってくるやついる。ちょっと上に逃げるか、一回。さあ、特に何もないままここまで来てしまったが、めっちゃ音する。あ、撃ってる、近い、光ってるしね。近いぞ。お、なに、あ、後ろいるわ。ちょっと待ってね、これ左にもいるしな。やばいな、俺のキツネちゃんが。あ、いた、キツネがいた。この辺いっぱいいるな。さあ、一人やって、やばい、回復していく。おっと、バレる。なんとか。お、何あれ、 M16 レジェンダリー。あ、金色の武器とかもあんの。紫一番上だと思った。さあ、残り3人。結構ね、木の裏にいるとね、意外とバレないんだよね。で、1人倒していく。前からミニガンみたいなの。いや、ちょっと余裕ねえな。さあ、残り1人。上か、あ、下だ。おっと、ちょっと一瞬遅れたせいで負けてしまった。いやー、惜しいぞこれ。さあ、証拠にもなく、ちょっとね、これね、1回がね、5、6分って短いんで、ね、何回もやっちゃうね。1回がね、5、6分なんでね、結構なんかすぐにやっちゃう。もうやめられないし、眠れないこれだと。うわ、いっぱい敵が。いや、なんか刀持ったやつがみんな走ってるよ。武器が取られたな。上に逃げよう。さあ、おっと、 AK がたくさんあるぞ。 AK 取って、おっと、青い AK、 レアの AK、 いいね。レア AK をゲットしていく。このボール、乗り物じゃん、これ。かわいいな、なんかこの乗り物。早い。さあ、この乗り物で、なんか今、いたな。いた、クマちゃん。クマちゃんいたよ、クマ。ちょっと、ライフやばい。おー、ちょっと待って、キツネいるよ、もう。あれ、武器持ってないかもしれない。キツネちゃん、倒してく。いやー、ビビったわ。とミディなんだけど。さあ、安全地帯、ギリギリのところ。おっと、上にいる。さあ、走って、ちょっとね、ひび入った。ちょ、上のやつやりに行くか。いた、なんだあれ、黒いやつ。結構硬いな、これ。レベル3の防弾チョッキ来てるか。まあいい、ここで、ちょっと回復しておきたいか。ちょっとジュース飲んでこう。さあ、残り7人。いいね。いた、奥の。危ね。ちょ、待てよ。無理に戦わなくていい。まだ7人もいる。うわ、上すげえ。ちょっと待って、今見られたよな。さあ、俺の M16 レジェンダリーで。残り4人。5プレイヤー。上にいるやつを倒していきたいが。木に隠れてる。意外とね、これ見つかんないんだよね。ほら、こんな感じ。うい、一人やっていく。あ、いた、ちょっと待って。逃げよう。危ない。そうだね、ここで隠れて。お、撃ち合ってる。さあ、あれお、勝っちゃったんだけど。なにこれ。勝っちゃったよ。とどめ刺さなくても、勝っちゃいますよ、パターンですか。
いやー疲れた。というわけでね、スーパーアニマルロイヤル今体験版やってるんでね、ちょっとぜひとも皆さん一度やってみてほしいですね。結構気軽にできるし、あとねマッチングもね早いんだよね。多分多少ボットは入れてると思うけど、マッチングがねすぐマッチングされるんでね、今なら遊べますよ。ということでね、今日は以上になります。